Thank you.
Thank you.
もみあげの匂いです。はい、幡ヶ谷ヘビーシックにお越しの皆さん、こんばんは。こんばんは。あ、こんばんはの声がやばい。こんばんは。こんばんは。私たちメロン畑アップです。よろしくお願いします。お願いします。では、2年生ということでやらせていただいてて、昨日がね、会心の一撃さんと解剖しました。今日は、少年 CQ さんと出演していただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。すごいね、コラボをして、コラボっていう告知はちょこっとしてたんだけど、みんななんかさ、想像つかなかったでしょ、どんな感じでコラボするか。さっき中村がなんかわーって言ってたのをもう一回お願いしたい。おさらいしましょう。そうですね、はい、今日から令和なんですけれども、今日今日からじゃないです。平成最後の日と令和最初の日はここ幡ヶ谷ヘビーシックさんで 2days 2万ワンマンライブをします。私はこれ好きだよね、絶対。イギリスから帰ってますから、これ好きだよね、絶対。ワンマンライブをしますので、はい、ぜひ来てください。お願いします。はい、おめでたい日なんで、おめでたい格好で来てください。ドレスコードありなの？何着ればいいの？なんか、破けるスーツで。破けるスーツで遊びに来てください。はい。はい。はい、アレンジした。あ、何って言ったの？じゃあ期待してます。はい。はい、よろしくお願いします。はい、あともう一個、昨日ね、僕の生誕祭の日取りだけ移動して、うん、6月の16日が誕生日で、その次の日の6月17日の月曜日に生誕祭をすることになりました。で、場所はまだ発表しなかったんだけど、さっきプロデューサーから OK 出たので、場所は、なんだっけ、令和最初の生誕祭。令和元年。令和元年。場所はここだ。ババン、吉祥寺クラシーズ。でかいぞ。でかいぞ。この間も主催らしてもらって、4月16日にも主催させていただきましたけど、私の生誕祭の方も吉祥寺クラブシータさんで行わせていただきますので、うん、皆さんぜひ遊びにいらしてください。よろしくお願いします。生誕委員の皆さん頑張ってください。一緒に頑張りましょう。よろしくお願いします。来てくださいね。そんな感じですな。そう。じゃあ一旦これでメロンバターヤー55の出番は終了なんですが、ちょっと物足りないよな。ということで、今日は、少年 CQ のお二人とちょっとトークをしたいなって思うんですが、その前に撮影だっけ？撮影してからトーク。トークしてからの撮影ですね。はい、じゃあ、お呼びします。少年 CQ さん、お待たせしました。お待たせしました。よろしくお願いします。お願いします。はい。そう、雨も降ってたから外直結だから、あ、今日は本当にありがとうございました。別の湿気が、別の意味の湿気が、人間の湿気が、言い方するんですけど、今まで台湾